急に警備体制がね慌ただしくなってる、うん、厳重になってきてる。でもマスクしてるから溶け込んでんじゃん。自分は何だと思いなのかしら。いつまで待つんだろう。帰りたいよ。やばい、南ウイングについちゃった。すごくない、この東京オリンピックの2020。これここの前で撮ってサムネにしてもいいんじゃない。果たして座ろうか、こうやって座った方がいいの。えちょっと待って、座るの大変じゃない。そう、いやなんか虫がいるわここ。なんでそんな気軽にしゃがめんのよ。膝痛いの。痛いわよ。膝痛いんだって。しょうがないじゃない。大変よ、旦那さんの膝も。嘘でしょ。どうする、北ウィングまで行って北ウィングでご飯食べる。ね、ご飯やっと中入って南から北行こうか、うん、そうね。でもやっぱりさっきよりもなんかクラシックな感じがするよね。いや全然趣がある。あ、寂れた感も含めてね。やっぱ一段目の方がいいわね。あでもなんかちょっとなんか懐かしい気がする。ここの方がパタパタではないけど、あでもこっちの方が飛んでない。ベルギー行きがあるよ。あ、本当だ、ヨーロッパにも行くんだ、うん、こっちの方がオリンピック色強いね。うん、行ってみようか。あ、でもなんか待ってるわ、誰か。アメリカのチームが到着する。どこの競技？あ、そうなんだ。何が来るか分かんないけど待ってる。チームアメリカのチームが来る。ご苦労様です。こっちの第一ターミナルの方がなんかオリンピック色があるね。あれ、うなぎ食べたいわ。うなぎ、うなぎにする？うん、うなぎしよう、もう、うん、散財してタクシー5000だったよ。そう、多くね。15時閉店だ。あ、もう終わり？うん。うわーね、こっからの絵すごいわよ。ダイナさん一人で行って、一人でそこに迷い込んでいく。不思議の国のアリスね、次に行くよ、さん。ほとんど閉まってる。こんなに独り占めできるもんかしらね。え、いやー、ゴーストタウン、いや古いねここね、向こうとして、まあ、なんかだけど私たちも決して新しくはないけど、うん、でも当時からしたらめっちゃでかかったんだよね、うん、これ、うん、だってね、ちょっと座りたい。国の威信をかけてたんだろうね、一、うん、人ずつ開けて、はいはい。いやー、やっぱ一度見はいいわ、うん、ムードがあるわね。こんな立派なモニターなんかなかったよね、昔ね。これは全部パタパタだもんね、うん、あと5時よ、もう朝からあのパン1個しか食べてない。うなぎ食べたくなったね、うん、成田でうなぎ食べるか、うん、でもさ、降りるとさ、うん、成田エクスプレス乗れないのよ。そうなのよ。ちょっと肉代さんと旦那さん、ここ来て。何？この辺からね、この屋根を入れて撮ると綺麗なの、かっこいいの。写真やっぱこの天井がいいよね。うん、ダイナさんは何か。急に警備体制がね、慌ただしくなってる、ね、うん、厳重になってきてる。私たちが完全なる不審者がね。でもマスクしてるから溶け込んでんじゃん。溶け込んでないからね。ご自分は何だと思いなのかしら。うなぎ誰か調べて。京成成田とか成田だよね。あ、本当？でもそこだと成田エクスペース、ネックスに乗れない。ネックスを取るかうなぎを取るか。これはネックスじゃない。旅の本来の目的はネックスだったような気がするよ。そうよ、私たちの本来の目的は成田エクスペース。そう、ネックスに乗ることが目的、乗ることだったからね。じゃあ東京でうなぎ食べようか。そうだね、うん。OK。 よし、どこから成田エクスプレスは出てるんだ。鉄道、ね、な、南ウィングはもう見なくていいの。もういいんじゃない、同じじゃない。多分違うのよ。え、見たい？じゃあ南ウィングを通って鉄道に。そうね、そうね。あ、なんか今日はでもよく歩いたし、よく眠れると思う。すごい眠れる。あ、マックがやってる。マクドナルドでいいよ。まあでもマック似合うのよね、ダイナさんって。どういうことよ。分かんない。どうせなら成田で食べない。じゃあなんかどこ上で空いてるとこ、ショッピング&ダイニングって書いてるから。ショッピング&ダイニングって書いてある。こっちから入れば。パスタ、タイ料理、中華、いろいろあるわよ、ね、やってないかもしれないけど。空いてるとこどっか行こうよ。今日いっぱい歩いたからマック食べても太んないよ、うん、0キロカロリー、うん、
これスカイフードコートって旦那さんなんだろう。これ展望デッキとともに中華料理屋とタイ料理屋なんかやってるよ。やってる、やってんだよ。あれ、あ、ここにしよっか。タイ料理食べよっか。うん、工事関係者の方大何でも大歓迎よね。おかま大歓迎だ。どうだろう。あ、でもさっきのお姉ちゃんいつも見てますって言ったから。あ、そう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 だよね、うん、大丈夫かも。これってあれガパオだよね。ガパオ、ガパオが好き。あ、クレジットでいい。うん、クレジットで、はいはい。あれ振り込ませてください。私さっきのクレジットカード抜いてないかも。え、何やってんの。なんか抜いた記憶がない、今日に限って。ちょっとどうもありがとうございました。場所もないから、はい、場所もないから、はい。あ、もしもし。あ、すいません、ちょっと忘れ物のあれをしていただきたいんですけど、もしかしたらあのクレジットカードで払って、私さっき頼んじゃったから、あ、あそこに差し込んだままな気がするんですけど。ミキサーないの。まだ、すいません、お願いします。あと何飲む。ライチジュースティーだね。ライチティー、うん、はい、ライチティー、お願いします。ライチティー。で、結局何、まだ分からずなんだ。うん、今車見に行ってきます、うん、あ、これ私たち。あ、すいません、すいません。元凶はと元がイエローカレーとグリーンカレーが出てここね、はい、はい、あ、なんかいいんじゃない。 このぐらいだったら多分、まあね、あの人運んでくれんの。そうよ、お運びさんだから優しいわね。うん、いい人よ。いただきます。いただきます。今飛行機のエンジン音を聞きながら食べるって、うん、さっき着、え、離陸したよね。離陸も着陸もさりげなく全日空が、うん、ガパオみたいな、これうまいね、うん、ありがたいね。なんかやっぱこんなご時世で空港でご飯ができるなんて。てかこの揚げ豆腐美味しい。うん、あ、美味しいかもこれ。ナスとか入ってて。千葉のナスじゃない？あれ意外と重いナス。私今めっちゃカバン重いんだから。あれだって超高級メロンが入ってるもん。うん、メロンが重いんじゃない？うん、メロンかな。うん、ユナイテッド離陸。やっぱいいね、離発着。今の塗装ちょっと微妙よね、ユナイテッド。昔の方がかっこいいね、やっぱデザイン。うん、いや、綺麗に食べちゃった。よし、まあ、一言で言うと絶対太ると思う。これは言います。どれが太るの。いいや、もうすぐ太ってるもん。どうしよう、痩せないんだけど。太る一方なんだよ。どうしよう。下痢ばっかしてんの。もうしょうがないんじゃない。病気かな。太る病気ってないでしょ、言われた医者に。痩せるでしょ、うん、食べてて太るんなら絶対病気じゃないです、うん、あ、飛ぶよ飛ぶよ。ANA だね。ずいぶんゆっくり飛ぶのね。なんでそう見えるのかな、うん、覇気がないわよ。掃除機みたいなのするもんね。今そうなのよ、うん、ジェットエンジンで回したタービンで空気を蹴って飛んでるから、ジェットで飛んでるわけじゃないのよ今そので、うん、それのジェットとタービンのファンの比率が今20何対1とかもっとか。こんな格好して飛行機のエンジンの中身の比率とか知らないよね普通ね。今何時だろう。6時ぐらい。6時15分ちょっとカード取ってくるから、ここにいる、うん、でもまあここで待ってる方が楽か、うん、どこ、まあ、成田市内だっつってたけど車で15分20分っつってたから往復40分か、うん、何、寒くなってきた。あとクロックスで行くから、あ、なんかタクシーの営業所に足出してくる。ひらひら男さんがさ、ここであんた全世界の人々にパンツを披露してるのと何かのタクシーの営業所とは全然違うわよ。まあでもちょっと刺激が強いかもね。力道山の試合見て心臓発作起こした人みたいになっちゃうってこと。力道山なの、あの三津さんは。ちょっと片しておく。はい、はいはい、もちろん片しておく、うん、
やっぱミスさんも疲れてんのかね、今日傘忘れたりカード忘れたり。死ぬんじゃない？だってすごい勢いで忘れてるよね、あの人、うん、大丈夫かな。歩いてさ一番疲れてたし。私もうダメだわそうだね、腰が。あれだからヘルニアとかいろいろ言ってるけどさ、うん、本当は全然そんなことないのよ多分。でもあれ疲れてる疲れてるフリーアピールなの。ちょっとなんかムズムズするかなぐらいなのよ。だけどヘルニアって言っとけって感じ。そう全部仮病仮病、うん、面倒見はいいよね。そうね、うん、そろそろ帰ってきていいのよ。え、18時56分なの。もうそうよ、しいよ。やだ、うん、やだ、うん、ちょっと待って、本当に帰りたい、帰りたいよ。あ、来た来たよ。なんか疲れてるしな。お待たせしました。トイレ大丈夫？私は大丈夫。ここから南ですね。そうですね。一緒だね。シャドウイングとの違いがあんまりよくわかんないけど。一緒だね。一緒。うん。あ、でもちょっと雰囲気違うね。あら、はい。あ、この音鳴ったじゃない。ああ、ほら。あ、あとこの成功のさ、世界時計。ああ、これね。カイロは37度。でも東京も30度あったんだよ。カイロ30、今日暑かったわね。なんでシンガポールより暑いのよ東京の方がでも蒸し暑いのよ。そうよ。いやでも今日の東京も十分蒸し暑かったわよ、うん、今日ちょっと東南アジアだった ね、モンスーンって感じ。なんか海外旅行した感じしたもん。こんなチェックインカウンターなかったし、ないないない、昔はね。だからだいぶ様子は違ってんだろうね。そうね、だからチェックインカウンターとか置いてるからだいぶ違うよね、うんうん、セルフバックドロップもまた言ってるよどういうこと、セルフバックドロップ。あれはモニターついてるタグつけてそこに置いたら自分自動で収納してくれるんだよ、うん、こんなもの昭和にないでしょ。昭和ない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 。だけどだから全部中は建て替えてるんだよね。中はそう、改装はしてると思う、うん、あと床オレンジ色だったよね。床オレンジだった。ちょっと誰か捕まえて聞きたいんだけど。そんな昔のこと知ってる人いやしないわよ。テレビ電話で案内係がお答えします。いや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 、ちょっとそろそろ時間。成田って床昔オレンジ色でしたよね。ねえ、聞くの、うん、人いたいね。だろうね。東成田のあそこみたいになってる。本当だね。ここでよかったね、トンネル、うん、本当だよね。変わんないじゃん。いやもうね、時代は終わったんだよ一回あれ、だどこだっけ。あ、JR じゃこっちやん。新宿までだよね。はい、帰りは成田エクスプレス。あ、ここで帰るんじゃん。成田エクスプレス。大リーナル駅、新宿。大人5人。どれがいい？普通車、グリーン席、自由席。自由席？グリーンで行きましょうよ。グリーンで？はい。ドーンと。ドーンとね。うん。高級メロン持ってる人はグリーン車座らないあ、そうね。うん、成田エクスプレス50号。絶対忘れるから。なんでそこにやるの嫌なんだけど。こちらですごっこしたかった。